どうもプロボウラーのスターです。今日はですね、久々に小林孝之プロと同じレーンコンディションで、そして最新ボールで対決ということでね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけども、今回は小林プロから千葉オープンのレーンコンディションでやろうということで、まあ、指定がありましたので、投げていきたいなと思います。来週末開催ですね。私はね、ちょっと諸事情のため参加できないんですけども、このレーンコンディションなんとかね攻略してまいりたいなと思います。全日本女子のミディアムのコンディションですかね。で、今回のレーンコンディションに投げるボールはですね、 IQ ツアーダークグリーンで、非常に弱いカバーの、ね、ボールなんですよね。そこそこオイルが入ってたと思うので、こんな弱いボールで大丈夫なのかなというふうに思いますけども、 IQ ツアーダークグリーン、まあ、IQ といえばどんなレーンコンディションでもなんとかなるということで私公言しておりますが、なんとかしてみせようということでね、まあ、せっかくですから点数出したいなと思います。それではちょっと久々にね、小林プロちょっとやっつけたいなと思いますので、ぜひねご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、 IQ ツアーダークグリーンで千葉オープンのレーンコンディション1ゲームね攻略してまいりたいなと思います。名前は今回カッコ A ということでね、私最近それぐらいたらカッコ A カッコ A 言うてるんですけど、ツイッターの中ではね、なんかカッコ A がね、まあ、その言葉として話題になってますんで、せっかくですのでもうネタに私自分でシャツを作ってね、今日着てまいりました。どうでしょうか、ちょっと背中輝いてるんじゃないですか。それではね、早速投げてまいりたいと思います。さあどうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。カッコ悪、カッコ A、 ちょっとカッコ A をちょっとやりたいのにめっちゃカッコ悪いやん。スピードもなんか遅いし、 16.9 よ、 16.9。 あれ、練習ボールの時あそこストライクやったのにな。結構曲がるじゃないですかこのレーンコンディション。いやちょっとやばいぞ、久しぶりに小林プロとちょっとやっていきなり負けたくないからね。はい、じゃあ参りましょう。さあどうでしょう、いいんじゃない。あー、ちょっとかっこええやりたいのに、かっこええやりたいのにこれやられへんのんちゃう。いや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 、こっからですよ。プロはね、1フレがダメでもこっから合わせてくるのが、まあ、プロボーラーですからね。さあこのゲームで何回かっこええっていう言葉が聞けるでしょうか。皆さんぜひね楽しみにしていただきたいなと思います。あと9回、あと9回言うのが目標ですけど、ちょっともうやばいような気がしてきましたけど大丈夫。なんで体がちょっと冷めたから。さあどうどうどう、おっしゃ、俺かっこええ、おっしゃ、とりあえずよかった。1回はちょっとかっこええとこ見せれることができましたよ。でね、このコンディションですけども、オイル量26でね、そして長さが41、これ確かねシーズントライアルで投げた記憶があるんですよ。この前ね、ちょっと途中までええ感じやったんですけど、ちょっと準決勝でね最後の方もたついてスコア伸ばせなくてね、ちょっと準決勝で敗退になっちゃったんですよね。はい、その時の攻略とは全然違いますけど、どうでしょう、どうでしょう。あーかっこ悪い、かっこ悪いやん、ちょっと天秤ねえ、ちょっともうジャスコケやったからもうちょっと飛んでほしいですけど、まあでもそんなに、そんななんか今のところなんか悪いイメージないぞ。ちょっと軸縦にしすぎかな。はい、縦にしてんのかな分かりません。はい、自分では縦のイメージですけども、さあどうでしょう。 OK、 よし、いいぞ。あとあと何回言えんねやろ、かっこええ。これまたやった小林プロにね、久々にこれやり合って負けたくないからね。よし、ちょっと頑張りましょう。ちょっとお腹も空いてるけど今ちょっと休憩中なんですよ。あかん、こんなこと言うてるとちょっとね、あかん、今のはあかんよ、恥ずかしい、プロとして恥ずかしい。よし、ちょっと軸変えよう、あの軸とばんちょっと横にします。はい、行きましょう。あ、横にしすぎた。やばいやばいやばい、あかんよ、あかん、ちょっと立て直そう。これちょっとカッコ悪い、カッコ悪い、今のはちょっと外に出すぎたよ。ちょっと縦でいきます、縦で。やっぱりあかん、
ちょっとカッコええとこ見せたいのにカッコ割る。カッコの間、間割るっていう感じに変えなあかんやん。いやちょっとまずい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 。これはまずいよ。はい、行きましょう。よっしゃ、いいでしょう、いいでしょう。むっちゃカッコ悪いやん、今日。この T シャツ着てんのにむっちゃカッコ悪いやん。絶対小林くんに負けるやん、これ。ちょっと。やっぱ、難しいな。難しい。もうちょっとこう。あかん。そんなこと、そんなあかん。プロボーラーはね、ボールの問題じゃないです。プロボーラーはボールの問題じゃない。はい、そう、レーンコンディションの攻略をボールにしてたらもう超半人前ですから。はい、行きましょう。さあ、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。 OK、 かっこええ。 OK、 今のはかっこええ。よし、いいぞ。今のはかっこええ。シャキーンやった、シャキーン。もうちょっと曲がるボール投げたい。あかんって、だからそれを言うちゃうの、あかん。最近すごいね、嫌なんですよ、ほんま。あかん。絶対にボールのせいにしたらあかん。合うはワンドかの問題じゃない。腕がないだけ。なんかね、ボールが全てやったらスポーツやりません。はい、行きましょう。お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よっしゃー、かっこええ。来た。ダブル。俺、かっこええ。いいぞ、いいぞ。前半のあの4フレまで何やったんや。いや、6、ストライク。で、9、天品やったんですよね。で、ちょっと、軸をちょっと、ピン飛ばしたろうと思って、ね、ちょっと横を入れようと思ったらボール出ていって、そういうことするからよ、ササラ。ね、そう、やっぱりちょっとやることは一つですよ。よし、行くぞ。当て、当て、金がこう、よ。お、いいんじゃない？これも来た。いやもうね、もう正直ね、動画的には残れと思ってきてる。うっそー。マジか。ちょっと今のは悪くなかったんやけどな。いやー、やばい、やばい、やばい。これターキー来てたらもう一回言えたのに、かっこええって。まだ3回しか言えてないやん、ちょっと。あかんよ、これでは。よし、行くぞ。でも、結構曲がるよね。OK。よいしょ。いいぞー。天品取れて、俺。かっこええ。よし。今ね、周りに私、あの、ジュニアがいてるんですよ。それでもね、恥ずかしくもなくやっております。皆さん、こんな大人になりましょう。よし。いいぞ。世の中ね、笑われてなんぼなんですよ。ね。真面目な笹田なんか何にも面白くないでしょ。そんな人見たくても思わないでしょ。その時はもう試合で十分です。はい。よし。ちょっとイメージだいぶ変えましたよ、このゲームだけでもね。はい、行きましょう。あそこやな。はい、行くよ。おっしゃ、来た。おっしゃ、俺かっこええ。よし。お客さんいてるんですよ、今。お客さんいてるのに私は何を言うてるんですか、さっきから。自分でも思いますけどね。ちょっとでもこの4フレは上手よ。前半ちょっと全然かっこよくなかったけど、今かっこええよ。いやー、これはちょっと女性ファン増えるわ。どうしよう。よし、私には妻も子供もいるんですよ。皆さんの愛は受け取れません。よし、調子乗ってます。はい、行きましょう。いや、このフレームあかんような気がする。あ、悪くない、悪くない。ほら。
やっぱね、スポコン、何気にスポコン、何あ、ちょ、いや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 、ちょ、はい、ね、調子に乗りました。私は今完全に調子に乗りましたね。はい、今のでね、女性ファンのチャンネル登録者がもう今ぐんと減りました。はい、行きましょう。いいんじゃない。もう取れへんやん、取れへんやん。あっこある。これもちょっと登録者減るんちゃうかな。まあでも IQ のね、その良さっていうのは出てるでしょね、まあ、ちゃんとポケットには何回行ったやろね、1、2、3、4、5、6回、9回投げて6回行きましたもんね。動きは読みやすいよ。はい、点数はその時次第ですからね。あこまで出したらさすがに曲がってこうへんな。まあ出したというか出ていったんやけどね。はい、行きましょう。あ、来た、俺よ。なんでやねん。さあ、でもあこね、やっぱね、あこを通り過ぎるぐらいボール右に出たら、あら、ピン飛ばへん、ピン飛ばへんじゃない、ポケット行かへん、さすがにこのレーン。だってやっぱこう1対3でしょ、外がね、やっぱ外出しすぎると曲がりが全然ないので、そうではなくてもうちょい内にねしておくことがいいです。トーナメントやったら間違いなくちょっと曇ったボール投げて、あかん、今のもあかん、ボールのせいにしちゃダメ、それはもう五流が言うことです。 OK、 よし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 、いいぞ。これはね、まあ小林プロクラス、小林プロクラスはもうこのレーンもちょっと鬼のように打ってるでしょうけど、いやーこれは参ったな。まあまあまあ、最後ね、最後最後見といてください。もう正真正銘かっこええとこ見せて終わりますからね。えやってやりますよ私、最後はかっこええ。よし、フッキングをやっぱこう7ぐらい、5から7ぐらいに持っていくっていうことが大事かな。はい、いきますよ。よっしゃ、いったでしょ。なんでやねん。ということで、ということで、はい、169点でした。あ、でもねえ、やっぱそんな内容自体はね、内容がないよっていう感じではなかったと思うんですよ私ね。ストライク 1,2,3,4 回でね、ポケット 1,2,3,4,5,6,7,8 回も行きました。はい、4フレと9フレはね、まあ、ちょっとミスったらあかんってこう意気込みすぎね。ちょっとこうスペアボールでちゃんとこういうスポコンはいかなあかんなということがね、よく分かりました。大変失礼いたしました。はい、まあ、あの IQ の感想ですけども、まあやっぱ弱いですけど、やっぱ奥切れますし、何でしょう、ピンのね飛び、まあ残っちゃいましたけど、ちょっとこうやっぱ幅取りすぎですよね。やっぱこうああやって切らすとやっぱちょっと残っちゃうなっていうイメージですけど、もうちょっと内側で曲げた方がやっぱピン飛ぶなっていうね、風なものじゃないんですかね。ちょっと失速気味にポケットに入ってるんかなっていう感じはいたしましたね。あの私のライン取りがちょっと下手やったんじゃないですかね。はい、まああのこちらの千葉オープン、私は今回ね、あの参加できませんけども、まあまためちゃめちゃね、左利きのあのコーラ君がねまた頑張ると思いますんで、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、何言ってるのかちょっと分かんなくなりましたけど、最後にちょっと言わせてください。これだけは僕今日やりたかったんですよ。とりあえずね、かっこええ、バイバイ。